ゼロですよっていう数字はこっちの下です。下白の地域力向上委員会の中に子育てグループというグループがあります。で、この中で、子どもたちと何か一緒に行事ができないかということで今回募集をかけまして、中馬街道を歩こうという計画が出来上がりました。子どもたち自然散策も兼ねまして、上杉先生に植物のお話をしていただきがてら、私たちの方でこういったちょっとクイズだとかオリエンテーションを設けて遊びながら楽しく一日遊べるようにということで計画をしております。ルーが分断されちゃったんですね。だから中馬街道とかも分断されちゃった。江戸時代にはもちろん高速道路はなかったんですけど、この道もありません。はい、じゃあ写真を撮りますのでお願いします。滑るから気をつけてということです。で、萩生際をよく見ていただくと2つ大きなキノコがあります。はい、このキノコの名前何でしょう。クイズ1番です。クイズ1番、リスのテーブル。一番はリスのテーブル。一と思うけど一って書いてください。それから二番が猿の腰掛け。猿の腰掛けと思う方は二と書いてください。それから三番目、豚の椅子。この辺はイノシシがいますけど、豚の椅子だと思う方は三番で書いてください。リスのテーブルか猿の腰掛けか。ん？二？二番猿の腰掛け、三番豚の椅子。一番？キノコがあるということは、この木は枯れたんだということがわかります。山桜が一番大きいんです。たくさんあるんです。瀬戸の山はこれから山桜の時代ですね。これからどんどん山桜が大きいのが増えてきて、だいたい山桜の寿命は120年と言われてます。で、この辺に生えてる山桜は7、80年ですね。ですからまだこれから大きくなって、順調にいけばあと50年くらい、直径1メートルくらいまでにはなるだろうと思います。地図の中の丸いところ。クイズの2は、遠くに名古屋の高層ビル群が見えますが、ここには何があるでしょう。1番、名古屋城。2番、水族館。3番、名古屋駅。じゃあ皆さん答えかけましたか。はい、じゃあそろそろ次行きます。高さが10メートルくらいのダムだろうと思います。まだ水は溜まってませんけれども、これから運用が始まると水を溜めることになるだろうと思います。こういう工事が行われる前は、ここは春タゴガールの鳴き声が聞こえてたいい場所なんですね。ここで、クイズの場所に来ました。この木は1番猫柳か、2番猿なしか、3番アセビか。はい、これはと思うものを答えの欄に書いてください。
石に刻まれた3つの数字を書いてねという、その石の表面に刻まれた数字を3つ書いてください。1文字、2文字、3文字です。これじゃ関係ないんじゃん。はい、関係ないわ。その数字を読んでください。このこれとこれかな、ね、数字はこっちの下です。それも字です。いやだから、どれ表示だから、距離を表して。距離だから。距離だから。うん。クイズ丸一の答えは2番ですね。って言ってる。外れた。今腰掛けて何番だった？2番だった。じゃあ2番で正解です、ね。正解ですね。で、クイズの、はい、でクイズの丸三の答えも3番。でクイズ丸四が1、2、4ってなってますね。はい、ありがとうね。問題は全部できましたか？はい、できました。どうでした今回歩いてみて？楽しかったです。どういうところが一番楽しかったのはクイズです。クイズ、あ、名古屋の景色が綺麗だった、うん、あの柿の実みたいなのが落ちてて、うん、あの普段食べてるやつは大きかったけど、あの山に落ちてる柿はちっちゃかったのでびっくりしました。一番印象残ったのはどんなこと？山桜、うん、すごくでかくて、あ、桜とか結構見に行くんですけど、うん、なんか全然そういう大きな桜っていうかすごいでかいなっていう印象。足場とかがよく見ないと転びそうになったりします。ソーラーパネルの話は聞いてた前から。でも実際に見てどんな感じだったっていうのは。自然がなくなっちゃったなって感じがします。クイズとかが面白かったです。全問できました？はい。ソーラーパネルとかが自然に行き渡っていてすごかったですね。どうでしたソーラーパネルを見たときは？こんなに大きいのが自然にあっていいのかなと思いました。神社とか、うん、松の木がすごく多かったですね。あの、また行きたいと思います。はい、何でしょう。クイズ1番です。リスの線、1番はリスの線、1と思う方は1って書いてください。